はい、どうもこんにちは、横川です。今回はですね、開発チームアップデート2021年1月後半見ていこうかなと思います。まあ、前編でサバイバーのね、連携機能が、まあ、実装、まあ、将来なんですけど、まあ、実装されるかもしれないということで、じゃあはい、キラーどんな調整が来るんかなと皆さん期待してると思うんですけど、今回ね、まあ、キラーの調整しっかりありました。早速ね、内容を見ていこうかなと思います。まあ、前編のね動画、まあ、結構長くなっちゃったんで、まあ、今回ね一応、まあ、あらかじめ、まあ、パッチノートパーって目通して、まあ、喋ることを、はい、まとめてきましたんで、はい、まあ、今回は、まあ、前回よりも、まあ、端的というか、まあ、分かりやすく解説できるんじゃないかなというふうに思います。はい、やっていきましょう。まずは、まあ、今回のアップデートすべて、まあ、次回のアップデート、ここですね、全部次回って書いてあんねんけど、次回のアップデートで実装予定だそうです。はい、まあ早速見ていきましょうか。まず1つ目、殺人鬼カニバルのサバイバーマスクについて、まあこれね、まあ、こうやってバーって内容が書いてあるんですけど、まあ、要約すると、カニバルくんのマスクをですね、まあ悪用、まあ、うん、まあ運営さんが意図しない方向で、まあ悪さする人がおったということで、なんかね、次回のチャプター間アップデートでカニバルのサバイバーマスク、これ4種が削除されるみたいです。多分悲しんでる人いてると思うんやけど、はい、ね、4種が削除されるということで、でそれの保証として、はい、次のそのチャプター間アップデートまでにカニバルをプレイしたことがある人、これ全て全員に6000イリデスントシャード送りますと。6000は結構こうな数字です。はい。なので、まあそうですね。僕は、まああくまでも僕自身はなんですけど、まあカニバルでそこまでマスクに今こだわってなかったっていうのもあるんで、まあ素直にね、6000、シャードもらえるんなら、まあここは嬉しいかなっていうふうに思う。まあそんな内容がありました。そうですね。まあここ最後の文章があれかな。私たちはヘイトを目的として行われる活動を一切容認しません。まあこれ差別とかね。まあ、多分そういうことやと思います。はい。ということで、まあ、シャードが送られるらしいよ。はい。次、グレート報酬の見直しについてということで、これも要約すると、まあ、今まで、まあ、前まで、まあ、1ヶ月おきに、まあ、13日かに、あの、ランクがリセットされて、ハイ4かな？ハイ4まで全員1回戻ると。1からやり直しという状況で、まあ、それがあまりにも重かった。で、その報酬が、その重さに比例してなかったっていうことで、まあもうちょっとね、多分 BP 配ってあげようかなっていうことだと思います。はい。まあ現状、殺人鬼、生存者、それぞれ、まあ最大で25万 BP がもらえるんで、どちらも、最地になってると、まあ50万 BP が配布されるっていう風なところなんですけど、ここやね、2月13日のグレードリセットから報酬を増やすことにしますと。で、今は最終的な報酬量を決めている最中なので、確定次第、はい、お知らせしますということでね、今よりは多くするのでご安心くださいって書いてあるんで、まあ、ちょっとこれは楽しみにしておきましょうか。まあ、今回の注目ポイント、ここからです。まあ、早速見ていきましょうか。で、今回ね、まあ、こんな感じで、各キラーね、アドオンがね、こう調整されてるんですよ。で、一通り目を通したんですけど、まあ、個人的に気になるとこだけ、まあ、ちょっと今回ね、まあ、内容多いんで、ピックアップして、お話ししていこうかなと思います。まずはですね、まあ、カニバル、デプスゲージ、まあ、これはね、僕デプスゲージが登場した時、まあ前から登場しとったんですけど、あのカニバルの仕様が変わって、あそこ何やったっけ、バダム幼稚園かな、バダムのあの中央道路でこのデプスゲージと絶品のチリつけて端から端まで行けるんかなみたいなことを試したんですけど、これがね、まあ今日がですね、これ相当チェーンソーの移動速度ペナルティを 4% から 2% に変更しました。これ強化ですね。まあ、デプスゲージを採用するプレイヤーよりも、まあ、どちらかっていうと、まあ、チリチリとか、なんか、チリと彫刻みたいな使い方するプレイヤーが多いと思うんで、まあ、デプスゲージあんま使ってる人おらへんかなと思うけど、まあ、個人的にはね、デプスゲージ結構好きなんで、まあ、ここの調整は嬉しかったかな。個人的にね、最も悲しい、まあ、今回の調整で悲しかったことなんですけど、ここ、はい、クラウンのね、ワンパンビンがね、ナーフされました。これめっちゃ悲しいんですよね。
魔影の小指なんですけど、ボトルの所持数が2個減少する効果を追加しますということで、まあ、これやられたなって感じですね。まあ僕はジンボトル持って行って、まあ、瓶の数増やしてっていう風な使い方しとったんで、まああれなんですけど、まあちょっと悲しいですね、正直。まあいつも使ってるキラーがね、キラーのアドオンがね、調整されてちょっと悲しいなって思いました。クラウンよく使うんでね。あとはですね、まあピッグとかも調整班行ってんねんけど、ここ気になったかな、ツインズのね、ビクトル壊した時に無防備状態になるっていう、ウルトラリアードンがあるんですけど、まあ、それのワンパン時間がですね、15秒間増加しましたね。まあ、あんまりノラで、これ見ることないけど、これどうなんやろな。まあ、15秒伸びたら結構強いんじゃないかなって個人的には思ってる。あとは、おもちゃの剣かな。これはナーフやね。そうか。それは後で言うか。おもちゃの剣ね。これ飛びつきのチャージ時間の減少効果が 0.25 秒から 0.2 秒に、ね、変更されたから、0.05 秒ナーフですね。はい。で、ネメシスが、ウルアドがどちらも強化されました。無防備時間が、これ30秒から60秒って書いてんねんけど、こんな時間長かったっけ？もっと前短くなかったかな？これ表記ミスかな？まあでも1分間になりましたね。ワクチン打った時の無防備時間。これすごいな。で、ゾンビの移動速度上昇効果が 100% から 150% アップって書いてないけど、これあれです。発電機回った時やね。これ 50% アップどうなんやろ？早いんかな？ちょっとわからへんな。これ見てみんとわからないですね。で、ネメシスのこれ、アドオンでね、まあさっきも言ったけど、これ、マービンの血、まあビクトルでいうところのこのおもちゃの剣とかかな。まあ、非常に汎用性の高いパーク、まあリアリティが低くて、まあ、ごめん、パークって言った、アドオンね。まあ、汎用性が高いところをね、こうナークするのはちょっとね、まあ、どっちみちこのウルアドね、強化してもらって、そのウルアドの価値を上げるっていうような調整はすごいいいと思うねんけど、普段使いしてるっていうか、いつも使ってるそのコスパのいいところのアドオンをね、ナークされると、普段どうしようかなっていう感じで、マービンの血はね、かなりお世話になったんでね、この変異度の上昇効果 33% か 25%、8% ダウンですね。これは結構ね、痛いなって思いました。あとは、ハンドレスも見ておこうか、最近練習中なんでね、木製の狐、まあ、これあんま使ってなかったベリリアドンなんですけど、探知負荷の効果時間を15秒から30秒ですね。確かこれ、ロッカーから斧補充した時にやったと思うねんけど、どうやろうな。まあ、これ、正直ハントレス練習してる時に一回も使わんかったから、ちょっと試してみようかなって思うけど、結局ハントレス僕、何が楽しくて使ってるかっていうと、斧を投げるの楽しくて使ってるからね。まあ、ちょっと、どうしようかなって感じ。はい。まあ、そこまであれかな。まとめると、悲しかったんが、はい、クラウンですね。クラウンのここ。これが悲しかった。ボトルの赤毛の小指がナーフね。悲しかったんと、まあ、あとは、マービンの地位かな。まあ、この辺よく普段から使ってたんで、ここら辺のナーフがちょっと悲しいかなって思いました。次、パークの変更見ていきましょうか。まあ、正直、ここ。もうここ一番注目ポイントかな。はい。まあ、見ていきましょう。まずじゃあ、リメンバーミー触れようかな。リメンバーミーはポテンシャルを秘めていますが、通常攻撃しかカウントされない制約が、一部の殺人鬼で使いづらくしてましたと。で、やめるらしい、それ。で、オブセッションがもうダメージを受けたとき、理由を問わずトークンが得られるようになってんて。だからまあ使いやすくなったってことかな。だからといって採用率が上がるかと問われると、ちょっと、って感じがします。はい。次、変速機。まあこれはでもガッツリリワーク入りましたね。理由は問わず生存者がダメージを受けたとき、変速機が発動する。次に生存者が発電機を修理中にスキルチェックグレートを行うと、その生存者のオーラが席失礼しました、10秒表示され変速機が無効化されるという効果ですね。まあこれは正直、まあ、リワーク入っても、まあ、僕はあんま使わんかなっていうふうに個人的に思いました。はい。次、とどめの一撃。とどめの一撃はいろいろありました。いろいろあったかな。僕は実装されてから多分一回も使ってへんのちゃうかな。当初は強すぎたため弱体化はしましたが、現在はちょっと弱すぎたと考えてますって書いてあるんだけど、もうマジで思い出がないな。強すぎたんかなっていう風な印象もあるし。
で、まあ、そのため突進攻撃の距離延長効果を、まあ、20% アップかな、60から80に変更しました。でもね、これ今デッハのバグあるじゃないですか。デッハのバグじゃない、ごめん、デッハの仕様があるじゃないですか。うめき声だけ出るやつ、うめき声と血となんか血ぬぐいモーションか、あれがあるから、正直ちょっとこのパーク、まあ、使うのためらうかな。僕はあんまり今のこの現状で、デッハのあれがある以上はちょっと使おうとは思わないですね。公開マッチとかでこれ出たのにデッハでかわされちゃったみたいになったら結構辛いんちゃうかな。まあまあやってへんか分からへんけど、まあ今現状そういう風な仕様がある以上はちょっと使うの億劫になりますね。はい、隠密の追跡、これねめっちゃ面白いと思った。ちょっと内容読みます。隠密の追跡はニッチな構成で活用され、そう、あんまり使ってる人おらへんよね。ほんまニッチな構成って感じ。まあ実験的な戦法の盾役者になってきました。ただ、オブセッションが死亡するトークンがなくなってしまう効果により、ひとたびオブセッションが死ぬと、マッチの残りパーク枠1つ分の効果がなくなってしまっていました。まあ確かにそれはそう思うな。で、そのための、そのため、この条件は削除し、オブセッションが死亡しても効果が失われないように変更した。あ、これめっちゃいい調整やと思う。まあ、こう書いてる通り、まあ、ニッチな構成。まあ、あんまりね、あんまり公開マッチで見ることはなかったけど、俺もせやな、これ使った時は、まあ、どうしてもオブセッションを変えたいみたいな。なんかそういった時、まあ、アーカイブとか、まあ、ほんまこの通りはニッチな構成で使ったぐらいの、まあ、印象やねんけど、まあ、使いやすくはなったかなっていう風なイメージ。まあ、こういう情勢はね、素晴らしいと思いました。だからといって劇的にね、キラの環境が変わるわけじゃないけど、まあ、かゆいところに手が届くというか、まあ、いいんじゃないですか。はい、まあ、次が問題かな。まあ、次、2連打で問題。まあ、ここ触れても終わりなんですけど、真のスイッチ。まあ、これがですね、今ちょっとね、噂になってます。まあ、全文読みますか。はい、オブセッションを釣らないと発動しないことにより、真のスイッチの効果は安定せず、マッチ中に発動できる、回数自体も大きく制限されてしまってました。なのでやめちゃいますと思い切りました。はい、誰であろうと生存者がフックに釣られた時は真のスイッチが発動するようにしますという効果なんですね。前までオブセッションの人をフックに釣った時に45秒間有効 で生存者が発電機修理中にこう手を離した時に、まあ、ブロックするよっていうような効果やったんですよ。まあ、それがですね、オブセッションじゃなくても誰でも釣っても効果が発動するようになったんですね。だからそうやね、まあ、これは、まあ、結構な強化やと思います。で、ツイッターでね、ブライトめちゃめちゃ上手な方がね、言っておられたんですけど、これアーティストと組み合わせることによってめちゃめちゃ強いんじゃないかなって言ってはったんですよ。まあ、どういったことをやるかっていうと、フックに釣りますよね。フックに釣って、で、サバイバーは真のスイッチ発動されたくなかったら、発動されたくないから、これ例えば発電機回してるとするやんか。そこに唐津をね、こう打ち込むんですよ。で、手を離したら、はい。カラスね、いやいや言うて手を離したら、なんていうかな、真のスイッチ発動するやんか。これさ、説明間違ってるかな、なんて言ってたっけ、ちょっとこれ説明間違ってるかも。ちょっと待ってね、ごめん、説明合ってたわ。まあ要はね、フックに釣った後に発電機に向かってこうカラスを飛ばすやんか。でカラス飛ばした時に、まあ、生存者が生存者にカラスが当たります。でカラス解除しようと思って手離したら真のスイッチが発動します。でそれを嫌って手を離さんかったら、はい、ダメージが与えられますということで、これ45秒間ちょうどね有効なんですけど、それがなんか耐久時間と同じらしいね。だからめちゃめちゃ強いんじゃないかなっていう風なことを言われてる人がいて、そうですね、僕もまあアーティストやからできる芸当なんかなって思うねんけど、あとはですね、これシンプルにですね、共鳴する苦痛とめちゃめちゃ相性いいんじゃないかなと思いました。ただまあ一応共鳴する苦痛の場合やと、まあ最近ケアする人出てきたから、まあ理想は共鳴する苦痛入って、まあ手離してまだ真のスイッチっていうのが一番いいんかもやけど、まあほとんどの人がまあそれを嫌って、多分最初に手離してるから、
まあ一手間加えんとあかんかもな。最初手離しますでもう一回触ってるから、そこ離したら真のスイッチがようやく発動するんかな。やけど、うん、誰釣ってもええっていう条件やし、まあ共鳴する苦痛と相性いいのは変わらんかなと思いました。まあ山岡凛とも相性いいっていう風に言ってる人もいたね。うん、まあこれは PTB サーバーで要検証ですね。まあ、毎度、まあ、こういった、まあ、キラーに希望が、うん、希望の光が立つような調整っていうのは、まあ、本実装されないっていうのが定番になってますんで、まあ、ちょっとね、うん、あまりはしゃぎすぎずに、まあ、ちょっと面白い効果なったなぐらいで思っとこうかなって思ってる。はい。で、次、ボイルオーバーですね。もがきの増加効果を、これが 75% から 100% に変更した。でそして、近くのフックのオーラを見えなくする効果の範囲を、この14メートルから16メートルですね。変更、まあ、強化ですね。で、さらに新効果を追加しました。もしあなたを持ち上げている達人機が高所から飛び降りたら、もがきゲージが即 25% 増加するようになります。ということで。まあ、ちょっとね、まあ、先ほど配信したんですけど、まあ、コメント欄でも、ラクーンシティやばいんちゃうかとかね。ミッドウィッチ小学校やばいんちゃうかとか、まあ、高所があるマップですね。まあ、その時に、まあ、サバイバーとかが、まあ、カシノキとかアレックスの工具箱とか、ね、突破とか持ってきて、なんかフック壊すよーってしてきたらめちゃめちゃ厄介なんじゃないかなっていう風にね、うん、言ってはる人がいて、まあ、僕も確かにそうやな思ってたんですけど、このもがき効果この 100% か、まあ、正直使ってみんとわからん。まあ、やってみんとわからんかな。うん、まあ、間違いなくややこしいパークが出てきたなっていう風な、まあ、印象ですね。まあ、これはですね、おそらくですけど、今、共鳴する苦痛がね、もうめちゃめちゃ、まあ、僕は強いと思ってる。だから、そこに対してのカウンターパーク的な感じで運営さんが用意したんじゃないかなと思う。でもね、俺はすごい嬉しかったな。うん、嬉しかった。なんでかっていうと、まあ、その共鳴する苦痛を、ナーフするんじゃなくて、まあ、対抗するパークを持ってくるっていうような、はい、動きなんかなって僕は思ってるから、まあ、いつもと違うなと思った。もう前までやと、ただ単にまあ強いやつを上から叩くみたいな、まあ、調整で、まあ、キラーね、まあ、いろんなキラーがナーフされていったわけなんやけど、まあ、その、それに対抗するようなパークを持ってくるみたいな、この調整ね。で、あんまり使われへんようなマイナーなパークから、まあ、これはね、めっちゃいい調整なんちゃうかなと思った。ただ、ボイルオーバーに関してはちょっと怖いね。うん、まあ、これもちょっと PTB で要検証かなっていうふうに思います。はい。まあ、ここかな。この二つ。まあ、ちょっと注目ポイントですね。隠密の追跡も面白いかなって個人的には思った。で、あと二つ。まあ、一応見とこか。一応な。目を覚ませ。まあ、これはあれや。ゲートを早く開けるパークですね。で、これがまあ、リメンバーミーも仕様変更入ったから、まあ、これ 15% から 25% に、強化です。で、ディストーション。まあ、これは、オーラが見えるときに、このトークン1個減らして、まあ、オーラ見える効果ね、キラーから見られるっていう効果を、打ち消しますよってパークやねんけど、まあ、それのトークン1個増やしましたってこと。で、勢力争い。あ、これはね、まあ、結構厄介なパークやねんけど、まあ、板前とかで倒れとったときに、そう、キラーがね、こう、担ぐ。キラーが担いだとき。うん、なんこれはね、執念とか、フリップフロップとかでなんか組み合わせたらおもろいねんけど、みんな経験あるかな？板前で倒れとるやつ担ごうとして、なんか板倒されてスタンして逃げられてんけど、みたいなパークなんですよ。うん、これがね、強化されましたね。25% から 15% に強化された。で、これね、散々、配信でもね、議論を交わしたんですけど、結局今って、強いパークが決まってるやんか。まあ、例えば、デッドハードとか、決死の一撃とか、まあ、セルフケアとか、ボロタインとかね。やから、まあ、そこにこのパーク、まあ、その、いろんなね、この強化が入ったパークが入ってくるかって問われると、って感じはするね。このボイルオーバーもそうやけど。なので、まあ、面白いなって思う。まあ、隠密の追跡みたいな感じで、まあ、ニッチな構成でね、使われるようなパークが強化されたんで、まあ、ちょっと面白いかなと思います。はい。ベルトを締めるはね、まあ、個人的にまあ、こんなこと言いたくないんですけど、全サバイバーパークのボンランキング、僕はベスト3入ってるかなと思うパークなんで、特に話すことないかな。まあ、これ4秒間の強化が入ってるんですけど、まあ、ちょっと使わんかな。ベルトを締めるのに関しては。はい。ということで、まあ、これで開発チームアップデートはおしまいです。明日スチーム版で開始するパブリックテストビルド、まあ、PTB ですね。
はい、もう早速来るみたいですね。まあ、僕もちょっと配信するか、まあ、その様子を動画にするかどうかちょっとまだ考えてないねんけど、はい、まあ動画にはしようかなと思いますね。皆さん楽しみにしておいてくださいということで、今回のね開発アップデート、まあ、前編後編見ていったわけなんですが、まあそうやな、って感じでした。まあでも面白いんじゃないですか。まあいろんな調整が入ってね、まあデッドバイもね今年、はい、まあいろんなね、まあ貞子のコラボも決まってるし、まあちょっとね楽しみなことがこれから増えていくと思うんでね、はい、皆さん盛り上がっていきましょうということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。バイバイ。